BLS は GM が製造し、キャデラックブランドで販売していた自動車である。2005年のフランクフルトモーターショーで生産モデルが初披露され、翌年より発売開始。キャデラックの国際戦略モデルで、主にヨーロッパ市場向けに開発された車両。サーブと同じくスウェーデントロール発端で製造されており、アメリカ、日本へは未導入である。 デザインは GM のデザイン担当副社長、エドウェルバーンをリーダーとするチームによって手掛けられた。バンパーと一体化したフォグランプ、グリル直下に大きく開口したエアインテークが特徴。また LED を使用したテールランプ、ブレーキランプが装備されている。トランクリトには車幅方向に長く伸びたハイマウントストップランプが装備されており、この部分には 成形が施されているため、スポイラーとしての機能も備えている。インテリアは3本、レザースポーク巻きステアリングホイールとセンタースタック内のアナログ時計が大きな特徴。さらに、坊主社製の高級オーディオユニット、タッチスクリーン操作の DVD ナビゲーションシステム、ハンズフリーツーアセット付きブルートゥースシステムなどの各種高級装備を備えている。 GM イプシロンプラットフォームを採用しており、エンジンを FF レイアウトで搭載する。エンジンは1.9リットルフィアット製、自家4ディーゼル、2.0リーコテック自家4ターボ、2.8LV6 ターボがラインナップされている。2007年よりステーションワゴンがラインナップに追加された。また、同年からサウジアラビア、メキシコ、南アフリカ、 韓国でも販売を開始している。2009年に生産完了、販売終了となったが、2012年に同セグメントを埋める車種として ATS が登場した。ありがとうございます。